こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はこのオーストラリアアマゾンが、ね、開始されると恐怖か歓迎すべきものかで、そういう記事なんですけど、まあ、それについてね、配送がどうもまずはオーストラリアポストを使うようだというのが、書いてありましたんで、まあ、なぜオーストラリアポストなのか、そしてね、テンバーアカデミーでは、まあ、商品の納品に EMS を進めてるんですけど、海外発送の場合ですね、EMS、JP ポスト、AU ポスト、各国の郵便で届くものを使った方がいいです。まあ、それはなぜかということについてですね、お話ししたいと思います。まず、まあ、オーストラリアね、いよいよ始まると、アマゾン正式発表という形で、まあ、オーストラリアアマゾンね、恐怖なのか、いいものなのか、ね、まあ、そら、もともとのね、ネットショッピング、あんまり進んでないオーストラリアにとっては、アマゾンは消費者にとっては非常に、有利なもんであると。まあ、ところがね、小売業者にとっては、アマゾンにネットで買われたら、うちら潰れるんじゃないかということでね、結構恐怖です。まあね、大きな企業の CEO とかはね、アマゾン来たらもう終わりだねと言えませんからね、まあ、ウェルカムだぐらいのことを言ってるところもありますけど、まあ、実際問題はオーストラリアで買い物してね、まあ、アマゾンが入ってきたらかなりアマゾンに流れるだろうなと思います。まあ、もといい、なぜ郵便局か、ね、ということなんですけど、これオーストラリアポストなんだと、ね、アマゾンもまず綿密に打ち合わせてるのはもうオーストラリアポストなんだというのでね、例えば、まあ、自己発送、ね、海外からオーストラリアに送るときは、オーストラリアポストと組んでですね、オーストラリアポストを割引するシステムを使うと、まあ、すごく、アマゾンにとっても、買い物する人にとっても、そして発送する、販売者である私たちにとっても有利です。まあ、これどういうことかというとですね、郵便局っていうのは国が営んでる事業です。これね、日本は株式会社になったとか、ドイツは民間に売却されたといってもね、そんなの形だけの話で、結局は、日本が扱ってる、日本として扱ってるのは郵便局、JP ポスト。で、オーストラリアは AU ポスト。ね、各国の、郵便局っていうのは、税関の扱いがね、他の民間企業とは、全く違います。まあ、ぶっちゃけて言うとね、よっぽど特殊な荷物じゃない限り、あるいは高額な荷物じゃない限りは、郵便局経由で、送ったものはですね、ほとんど税関検査しません。まあ、膨大な数になりますしね、まあ、そんなものをいちいち検査しちゃいられないと、ね、ある程度抜き打ちでは検査しますけど、検査しないものが多いです。まあ、一番緩いのが郵便局。で、民間はというとですね、民間は、税関業務をですね、民間が自分でやって、処理していると。これね、税関が全部やってるわけじゃなくてですね、FedEx だろうが DHS だろう、DHL だろうが、その税関部門があって、まあ、そこで自分で、税関をやってます。で、そうするとですね、きちんとやらないと、その税関業務もできなくなると。税関業務できなくなったら海外からの荷物受け取れませんからね、きちんと検査をしなきゃいけない。ということは、ポスト、郵便局を使えば、関税がかからない、それがね、DHL を使ったばっかりに関税かかるというようなことがね、よく起こります。というか、普通そうなります。で、そうなるとですね、まあ、関税そのものは、1回に送ってるものが安ければどうってことないんですけど、大抵の場合ですね、例えば5000円のものを送ったのに、関税がね、500円かかったと。で、税関業務をする手数料がね、2500円とか3000円かかったということになります。そうするとね、まあ、例えば自己発送、eBay なりね、Amazon の自己発送で受け取った人にとっては、なんで5000円のもん買って4000円も税金払うんだという話になってね、返品なのクレームなのっていう話になりやすいです。また、FBA で送った場合もね、ちょっと送料安くなるなというのでね、DHL を選んだら、まあ、その税関業務をちゃんとやんなきゃなんないからね、書類もめんどくさいのをこっちで書かなきゃいけないとか、あるいは、細かく書かないとね、その、発送できないというような事態が起こります。そういったわけで、まあ、事務作業を少なくする面でもね、買い主にスムーズに届く面でも、あるいは FBA にね、すんなり届くためにも、JP ポストを使った方がいいと、ね、いうことが言えます。まあ、量がね、膨大になってきて、で、
JP ポスト6総量の半額以下のね、オファーを DHL なり FedEx からもらったというんであればまた話は別なんですけど、まあ普通の場合はね、おとなしく、JP ポストを使った方が有利と。で、したがって Amazon のオーストラリアも、その税関業務をスムーズにするためにね、まずは AU ポストと、綿密にやって自己発送の人たちがね、オーストラリアの税関をスルーできるようにね、スムーズに入るようにということで、まずはオーストラリアポストを選んだんだろうなというのがね、この記事を見て、分かりましたんで、まあ、ちょっとね、送料安いというのでね、苦労している会員さんもいらっしゃいますんで、他に乗り換えてね、まあ、いい機会なんで、この動画を作らせてもらいました。発送は、よほど量がまとまらない限りは、郵便局を使った方が無難です。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。